今流行りのハイブリッド。何が本当か分かりませんね。あまり信用しない方がいいと。実証してんですから。じゃあ、ゴーストです。買いました。開封します。確認します。中身、箱、本体。本体の下にも何か入ってますね。冷却するためのやつ。ケーブル2本。C タイプ、C タイプと、C タイプとタイプ A。マニュアルついてます。マニュアルは、日本語説明書入ってません。あと、ゴム。いっぱい入ってますね。こういうゴムね。これ、工具なしでできるって聞いたんで、買いました。あともう一つ。今まで使ってた M.2SSD。こいつ入ります。当然ですよね。代わりに使うんですから。プラス、このタイプ M.2SSD の小さいタイプ、こいつも入ります。プラスこいつ、こいつが M.2SSD、 正式には NVMe M.2SSD。 こちらは M.2SSD、 正式には SATA M.2SSD と言います。このタイプは M.2 が付かないやつ。M.2 ってつくとこの小さいタイプになります。こいつとこいつは同じです。 SATA の SSD。 これを皆さんにお見せしたかったんですよ。一見同じ、下の穴が違いますよね。こちら1本、こちら2つありますよね。この違いです。これは入りませんよね。入れようとしても入んないんですよ、こちらのタイプ。もちろんこのタイプも入りません。両方入りません。なので新しく購入しました新兵器。こいつメーカー名なんだろう、これ読めない。まあいいや。工具がいらないって書いてあったんで、これをポチッとやるともうここからスーッと開いちゃいます。わっ、あ、簡単で工具いらず。こいつに冷却シートがあったんで晴れっていうことでしょう。とりあえず NVMe M.2 が入るか。入ります。で、ここがこんなのがついてました。ゴム開けます。これを止めるんでしょう。この穴に入れて、これで終わり。これはこういうふうに4段階大きさに合わせて穴が開いてます。この中に入れます。これで終わりみたいです。ゴムをプチッと入れるだけ。これでケースに簡単に入ります。グッと。ケーブル2本ついてます。どっちでもできますね。 C タイプ、 C タイプ、 C タイプ、 A タイプ、どっちも使えます。外します。ワンタッチ。ゴムもペコッと外してワンタッチ。ワンタッチャブル。問題のこいつ入るかどうか入れてみます。入りました。ということは両方使えます。両方使えるということは今流行りのハイブリッド、便利ですね。こういうのがあったんですね。こういうのを探し求めていました。これがどのくらい熱持たないか、スピードが出るか、これから検証していきます。こいつを今から入れ込んでクローンを作成します。この中に入ってるのは1テラなんで、これは2テラ。冷却シートどんだけ効果があるか分かんないけど、どんだけ。開けたらこちらの方にあります。シール剥がした方がいいのかな。これも今論争になってますよね。このここのシールを剥がした方がいいのか、剥がさない方がいいのか。僕は剥がさない派です。このまま貼ります。これで貼れました。取り付けてケースに入れます。 SSD 普通はこれ、ところがこれは C タイプ、 C タイプっていうのが付いてるんですよ。こちらを入れます。こんなのが出るとは思わなかったね。こちらのマザーボードにも C タイプが付いてます。 C タイプに入れます。入りました。電源オン。回り出しました。クローンが終わりました。ちょっと熱持ってるけど全然止まんなかったです。こっちの場合は途中で止まってクローンができませんでした。ってことは冷却性能がすごいんだね。で、早い。コピーしましたんで
この中のやつと交換します。では外していきます。外しました。これが前入ったやつ、こっちに入ったやつを入れ替えます。後ろパチ、これはいいや、こっちに入れます。入りました。コピーして入れ直しました。電源入れてみます。めっちゃ上がりましたね。ということで成功しました。スピードもねこんなに出たんですよ。これ似てなんだけど早いね。同じものを SSD ケースに入れて測ったらこんな数字が出ました。めちゃくちゃ早いです。最大値が1000なので超えてますね。これが熱暴走しないでシールも貼らないでコピーできちゃいました。素晴らしいですね。ちなみにこちらの方で何かコピーしてみますね。こちら古いタイプの SSD、 これもタイプ C でつながるんですよね。使えるかどうか。タイプ C 入りました。青いランプがつきます。画面で見せましょう。 USB ケーブルにつないでこの数字を叩き出すのはめちゃくちゃ早いと思います。ということでこいつ素晴らしいですね。2種類の M.2 に使える、スピードめちゃくちゃ速い、これでつないでまともに出るんですよ。すごいと思いませんか。前のこれの時はねもう1年以上前ですからね、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、出たばっかりの頃のやつと比べて技術も進歩してます。こんな素晴らしいのが出てます。終わる前に一つ言いたいことがあります。大事なことです。これ買う前に桜チェッカーでテストしたんですよ。警告って出てました。ここに画面出します。ボン。これが桜チェッカーの分析結果です。桜度は 99% です。これをそのまま信用すると購入しません。こんな感じで出てたんですよ。でもそれが本当かどうか分かんないんで僕はあえて購入しました。左上の危険からチェックします。要注意メーカー、ここにストアを表示、自社ページがないっていうところですね。これを押すと自社ページが日本語で出てくるんですよ。これまずありますよね。次下の方行きます。安心安全への取り組み問題ないって出てますね。まあ Amazon では問題ないということですね。ここを見ると無料で配送。下の方行きます。レビューが嘘つきだと書いてありますが、Q&A っていうのがいっぱい載ってます。そう、材質は何のものですが強度いいですか、角が入ってないんでやらせっぽいですね。ここですね、星が綺麗に並んでいる、5だけじゃない星一つも載っていると、悪いことも載ってるよと。そしてここ項目別評価、使いやすさ、安定性、耐久性、全部ほぼいいですよね。こちら転送速度は良いが取り付けにくい、やらせじゃないですよね。ちゃんと3個のこの人は取り付けにくかったんでしょう。僕は素直に取り付けられました。こっちは付属ケーブルに問題ありませんでしたね。でも星が4つついてますね。でこれは問題ございませんでした。クローンにしよう。 NVMe ただ熱くなるタイプには不向き、ただ側と SSD が接触しないので放熱は期待できない。テストの結果は放熱は良かったですよね。ということで桜チェッカーもあまり信用しない方がいいと。実はあの後桜チェッカーを見直したんですが、これが去年のデータだということが分かりました。このボタンを押したところデータが全く変わりました。驚きましたいう結論に達しました。ああいうのを信用しちゃうんですが、こういう映像も参考にしてください。これねどこ製なのかな、ここは会社ですね。 100% がいいと評価されてますね。質問があったらここから質問ができます。フィードバック、これはちょっと怪しいね。ここに出てましたね、やっぱり中国ですね。ただ僕が言いたいのは、中国の製品だからといって悪いものだけじゃないと。日本人でも悪い人いっぱいいますよね。いいところもいっぱいあるし悪いところもいっぱいあるということだけは覚えておいてください。いい製品もありますということが証明されました。まともに信用したらダメだということも分かりました。勉強させていただきました。値段も安いし失敗してもいいなと思って、もう一台欲しかったしと思ったら、こんな優秀なもの、何が本当か分かりませんね。なんで自分の目でこうやって確かめるっていうことが大事なんだけど、じゃあどうすればいいか、どうすればいい、僕の動画を見ればいいんです。僕の動画を見れば分かります。
僕がおすすめした動画が実証してんですから、現実にお見せしてやってることです。だから僕の動画を登録して見てください。よろしくお願いします。 Twitter のフォローもよろしく。それではさよなら、バイバイ、バイ、はい。